ないんだ。あ、この法要のためにそれこそ日本各地から個人様方お坊さん方がお集まりいただきました、ご当地宮城では宮城の個人様は15名それから山形からは9名新潟からは9名神奈川から1名そして愛知県から9名ということで総勢43名の御寺院様が、心を合わせられましてこの法要に参集されましたそして3つの班に分かれましてこの土地この松山のこの土地の慰霊のために慰霊行脚をいたしましたアジルバスはかぶりまして鉄鋼家キャハンという古式ゆかしい衣装、装束に、身を整えまして、三班と申しますのは、一班はこの長恩寺様の周辺、それからもう一班は、被災の被害が甚大でありました、漢方の宿の周辺、それから伸びる小学校、第三班は伸びる小学校の周辺から、安業をいたし各所でお経を唱えながらこの場所に先ほど皆さんお戻りになったわけでございますそしてこの後先ほども申しましたが10時半から、もう2年前になりますけれどもこの同じ3月11日に惜しくもご先祖いたされました東山御前寺、長安寺41世法安聖堂大和尚様の三回忌法要続いて東日本大震災三回忌慰霊法要並びに、ご覧いただきますように長安寺の跡地に慰霊塔が2基の慰霊塔が建立されました。その開眼法要を行います。ご覧になりますように、これは奈良県奈良市の般若寺にございます重要文化財
である笠灯画というものをもとにして作られた2基の慰霊塔でございます。最後、南無地蔵大菩薩、南無地蔵大菩薩、南無地蔵大菩薩の3回唱えますけれども、それは皆さんとご一緒に3回唱えて終わるんですが、今読みましたところを一度稽古します。この音楽に参加をしてほしいと思うんですが、この南無地蔵大菩薩の3回を皆さんで一緒に唱える前のところで合図をしていただきますから、皆さん一度止めてくださいお経を。でそこへ今日音楽家が2人来ておられまして、ジャズのピアニストと尺八のプレイヤーが来てくださっておりまして、この人たちがこの地蔵懺悔の地蔵懺悔という曲でありますけれども、これをアレンジしましてアドリブでここへ演奏を入れていた。
で我々は お経を通して彼らとスイングしたい、こういうふうなこういう試みは私もまだ初めてと思うんですけども、皆さんと共にお経を読みながら同時に全く違う音楽とも、ジョイン通して、そして異例のお呼び出したいと思っているところです。ぜひお経は、初めてでも構いませんから大きい声で読みましょう。お願い申し上げます。ありがとうございます。今日ご次会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。大変今日は寒うございます。2年前を思い出す光景、真っ白い雪の寒い朝でございました。もうすぐ彼岸を来るわけでございますけれども、暑さ寒さも彼岸までということで、あと1週間で彼岸の時期が訪れようとしておりますけれども、いまだ暖かくなったり寒くなったり、そしてまた日本列島いろいろな新しいニュースが飛びかかってくる今日でございます。気象庁の中でも降雪の中でも過去最高、そしてまた昨日は突風が宮城県内でも吹き始め、これまた記録更新をしたというような発表もあったり、なんか地球がおかしくなってきているような感じすら思う昨今でございます。さて本日はこのように多くの方々にご参列を賜りまして、そしてまた先ほどは伸びる地域内各所において多くの僧侶様をはじめ小無僧の皆様方も含めて慰霊行脚を行っていただいたわけでございます。大変ありがたく感謝を申し上げる次第でございます。僧侶の皆様方においては盆供養でもしていただきましたし、新潟の青年会の皆さん、そして愛知県からも本日は来ていただいておるということで、40数名の皆様方、大変ありがたく感謝申し上げる次第でございます。さて先般3月の6日でございましたが、我々の総道宗の館長であります大本山永平寺の館主であります福山大宝禅師様がこの長恩寺に供養に来ていただきました。そして我々の信頼していた本当に残念な犠牲者となってしまった四十一世中高公安聖堂大和尚様にご供養されまして、そしてまた我々の男神と80数名が犠牲者となったわけでございますが、いろいろ心温まるご供養していただきました。そして最後に我々役員に対し志半ばで亡くなった方々の分も、その分も一生懸命生きてください、そしてまた一日も早い復興を、とにかく体を気をつけて頑張ってくださいという温かい励ましの言葉をいただきました。これも本当に胸に熱く思うところでございます。今日は多くの僧侶の皆様方の下でこれから三回忌法要並びに開眼法要も行っていただきます。先ほど住職さんからもお話ございました通り、この笠当場非常に思いがこもったものでございます。これもいろいろな日赤天で第2回の日赤天鎮魂大震災の展覧館があったようでございます。その中で特別賞に選ばれました愛知県は岡崎市の細野晴樹さんの作品のようでございまして、ここまで建立するにあたっては丸森町の山田石材計画株式会社並びに地元の上等逸話石材のご協力をいただきまして、このように立派に建立することができました。この場をお借りいたしまして深く感謝を申し上げる次第でございます。
そしてその脇には長恩寺鎮魂の鐘ということで、これも未だにお墓に手を合わすことのできない方々も大勢おるわけでございます。そういった意味も込めまして、このフレームは手を合わせている情景を表しているものだそうです。長恩寺鎮魂の鐘、これも供養を法要を営んでいただきたいというふうに思います。そして最後にブルース・フィーバラーさん、大変有名な方でございます。この方と一緒に、総持寺の大本山総持寺の前川牧師博生老師様に合わせまして、コラボレーションをしていただいて供養を進めてまいりたい、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。皆様とこれから力を合わせて、そして長恩寺の一致団結をして、一日も早い復興、そして再興を目指してまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げ、花畑無事でございますけれども、一言の挨拶をさせていただきます。本日は皆さん大変ありがとうございました。ご同志様、上殿でございます。どうぞ皆様、手を合わせて合掌をしてご一緒にお迎えください。合掌をお直りください。どうぞ皆様もご神様に合わせられまして、座ったままで結構でございます。手を合わせて参拝いただきますようにお願いいたします。ありがとうございました。どうぞ合掌をお直りください。ただいまからご同志様手ずからご開山様並びにご登山御前住公安制度大和尚様のお位牌の前に熱いお茶と熱い砂糖湯が献じられます。本日ご同志様をお務めになっておられますのは御前住公安制度大和尚様のお父様でいらっしゃいます。無為山長恩寺玄住兼飯富山高専寺大法上秋山大教大教老師様でございます。
御用事避けて天輪を探しまし、し添いえ空さ鳴瀬の浜もし調音して耳に至ることなからししめばおそらく仏道の人にしかざること知らん三門今月今日長恩寺四十一世中高公安制度大和尚四尺三回忌系の真に愛を通信で所存の気弱道門の修士等を称し持って女財恩恩の法供養を述ぶ集むるところの主君な神自恩に報えんものなりうやうやしぐうもん見れば激震の津波万物を体操してすなわち消え修古の号泣虚空に掘り刻んで地図寛や長く積心多けれど事前の興奮あり百残水あり節量時期あり常に昇進を保つ勝利の健康気がすところなく供給の日月時を覆って新たなり小よもの時車庫ささ単身の一辺行いかんが不戦線ろう赤輪の倍化春の新速水中の一曲夜の精神ただいまのは年功法後お同志様が聖堂大和尚様に清らかなお香をあげたて祀る法号をお唱えになりました。先ほど申しましたようにこの度この法要にご当地宮城県それから山形県新潟県神奈川県愛知県、日本の各地からお坊様方が総勢40名を参集されました。そのお坊様方御神様方が今円相と申しまして輪を描いてぐるぐると回っていらっしゃいます。これはインドの古い儀礼でございまして貴人つまり位の高い人に対する最高の敬礼を表す儀礼の挨拶の仕方でございます。右回りにぐるぐると回ります。Yeah.
それ。やさかしめだから聞こわれ。だからそこもかどうやせずばらしを運ぶもいぞく止めてほしたおよびを進むればこそにならず迷って戦火の子を隔つ天の人にもそこへ無駄しく渡ることなかれ法教三昧女性の法部サミスに伏すなんて今これを得たりよろしくよく法がすべしげ手を漏れ目月に度を隠する意志で人しがらず混ずると見舞ところを知る心ことに何かずのこと知ったもん才に表せばすなわち善なき毒すや繁昌明天行不露もののためにどれとなる教えて職を抜く家にあらずといえどもこれごなきにこれ何に世のようにのご相関するかごとし不協不来不協不知不法は悪く無くついに物を得ずこいまたたたしからなるかゆえに中印象へごたたんで三度なり演じ尽きてごとなるし相当愛のごとく今後の諸のごとし小中病行交渉並び役衆に通じとに通度業態強度釈年なる時計負けつなり防御すべからずて信じて信じて名目に属せず因縁で切弱念として成就す際には無限で言える際には法上で都合こそ高い名誉に応じと今存然やりつつ私わかるすなわちこれ聞くなり衝動に主義はまるも心情の情不可弱に打ちも国はつなげる駒複せぬ根詰め戦勝これを悲しんで法の難度となるその伝道に従って死を持ってそのなす伝道そう法心自ら許すこと別にかなわんと要せば後善後を勘で呼ぶ都道を上ずるに何なんとして自己自を勘とドラのかけたるがごとくそばの嫁のこと茂れつわずを持って法家人魚教員やるを持って死ぬ者こけは今三歩に宿る千歩は異王行力何度わずから僕にまさに歌え責任を立て傍聴式の至るに孤独論のごとし輝く相続するお父の死となす
Yeah.
敬御用の春を源氏大根の夫人志門と長く仰がんこと東日本大震災三回忌慰霊法要並びに慰霊塔開眼法要が執り行われます。
ルース&ジョナサンによるアンサンブル、それからピアノの東日本大震災三回忌慰霊法要計略のそれおもん見れば平成23年3月11日午後2時46分東日本大震災発災太平洋牡鹿半島沖海底を震源として南北500キロにわたり激震移動し隆起しあるいは沈降すこれにより未曽有の巨大津波発生しことに東北地方太平洋沿岸部においては大海盛り上がり6度7度幾度となく列島にあふれる悪波防潮堤をはるかに越え天を蹴り地を巻き万物を押し流しあらゆるものを連れ去り死者累々として不明者おびただし山河大地流れるといえども歳月昇進流れず叫びは空に張り付き影は地に刻む今月今日東日本大震災三回忌慰霊法要に際し日本石灯展覧会事業協同組合より寄進を受け東松島市伸びる長恩寺境内に慰霊塔を建立し全国より所山の寄宿東門の修士等を称し開眼法要を厳守し丹心と並びに当地区の被災木古社の困惑を陳情し復興を祈願するものなり昇魂深く進路を尽きずといえども被災直下4人近世を保ち神明を譲るこれ奇跡ならんやすなわち仏道伝般の恩恵なり被災木古社の諸生霊に申すこの地を離れることなかれ我らの式を助け我らの修道を見守りたまえ信仰一辺を念ずる御に曰く東海激震して頂点を巻き地雷日月海戦をやむ拷問妙行至りがしたしといえども反釈の行儀大戦を課すこれ時平成25年3月11日
無意山長恩寺畜生隊長通信で計略です。今の計略門でございます。計も略も申す、申し上げるという意味の持ちでございます。計略門と申しますのは、法要にあたってその法要を営む趣旨を道士様が読み上げるものでございます。
Thank you.
東日本大震災復興者所奨励